佐伯木敏子は日本の反核運動家。広島市への原子爆弾投下による被爆者の一人。広島平和記念公園内で被爆者たちの遺骨を供養する原爆供養塔の清掃活動のボランティアを長年に渡って続けていたことから原爆供養塔の守り人、広島のお母さんとも呼ばれる。反核運動、平和運動のための被爆証言活動にも停心しており、 その証言内容は平和教育の題材として広く活用されている。旧姓はシュゲルヒミチ。広島市安佐郡緑井村出身。1919年12月24日、和紙作りを営む家に兄二人と姉三人の下に四女として誕生した。1927年には妹が誕生した。1939年に結婚して再帰生となり、 翌々年の1941年に長男が誕生した。太平洋戦争の開戦後、1943年に夫が中国へ出生した。後に佐伯は長男を広島市郊外の朝軍友村座大塚にある姉の突起先に疎開させ、家庭の事情などで広島市白島区県庁にあった夫の自宅を離れ、広瀬元町の母の下で生活していた。 1945年8月6日、佐伯は長男に会うために姉の家を訪ねていた。同日、広島市に原子爆弾が投下。姉の家は爆心地から 10km 離れていたために、佐伯は直撃を避けられたが、母と夫の家はいずれも爆心地近くであったため、被害に遭った家族や親族たちを探して、まだ火の海となっている、市内の爆心地を駆け回った。 この際、まだ生存している重症者たちが無傷の再起に助けを求めたが、家族を探す再起は彼らを見捨てざるを得なく、大きな後悔を残すこととなった。また、市内を歩くには道を埋め尽くす多くの死没者たちの遺体を踏みつけるしかなく、この時の足の感触はその後も10年以上にわたって、再起の心を苦しめることとなった。この40年後にも当時のことを、足が熱く。 人の上を踏んで歩いた。人間としてやってはいけないことをしたと振り返っている。日本国外にいた夫は、被爆を免れたものの、直撃を受けた兄二人や妹はその後に、再起の目の前で、次々に変わり果てた姿で死去し、母は首だけの姿となって、翌月に発見され、加えて、夫の両親、義士、お糸名、おじ二人、おば、いとこ。 計13人を70日間で失った。この間、佐柄の家族、親族同士の間ですら、病気が移ると言って、原爆症を発症した者に近づくのを嫌がったり、負傷者を一時的に別の家へ預けようとしても、食いぶちが減ると言って断られることがあり、佐柄は、戦争や原爆が人間の体のみならず心をも傷つけることを見せつけられた。 佐伯木自身も被爆直後に入手したことで、残存放射能で被爆しており、一時的に体調不良に見舞われたものの、後に回復。終戦後の同1945年末に復員した夫、1947年に誕生した次男たちと、共に広島での生活を続けた。しかし、やがて入試被爆による原爆症が本格化した。歯がすべて抜け落ち。 28歳にして、そういればとなった。白血球減少にも見舞われ、体重は2 8ラムにまで落ちた。当時はまだ被爆者健康手帳による医療扶助もなく、収入も少ないために通院治療も困難であった。1953年には産卵を見ごもり、医師の猛反対を押し切って出産した。しかし、医師の器具通り、出産で体力を消耗した佐柄木は、 体内の臓器のほとんどが癌に侵された。卵巣摘出や一切除の手術も受けた。後に三男は当時の母の病状を母の顔がお化けのようになったと語っている。1955年には自分の命が長くないと見て子供たち宛ての遺書を書き残した。原爆投下日の8月6日より執筆を始め完成には3年の月日を要した。 原爆供養塔広島平和記念公園内で被爆による無縁物を葬るための原爆供養塔が1955年に完成して間もない頃、同公園内の原爆死没者慰霊碑へは多くの拝礼者が訪れる一方、この原爆供養塔にはほとんど拝礼者がおらず、雑草が伸び放題など荒れ放題であった。このことから、佐伯は供養塔へ日産と、島周辺の落ち葉広い草むしり、 わずかに訪れた人々が生けた花の手入れなどの清掃活動を始めた。母の残りの遺体や、まだ発見されていない親族の遺体が、この供養塔に眠っているかもしれないと考えたためでも、あり、前日のように、かつての原爆投下直後、助けを求める多くの負傷者に何もできなかったことへの、後悔、死没者たちへの謝罪、死没者たちの言葉があるならそれを聞き取りたいとの思い。 犠牲者の声泣き声を伝えることが、あの日を知る者の務めと考えたことなども動機であった。クヨー島での清掃活動時の服装は、常に黒い毛服を着用した。毎月6日は、被爆による死没者たちの月命日として、僧を呼んで、クヨー島の前で供養することを習わしとし、8月5日の夜には、クヨー島のそばでろうそくを灯して、艶を務めた。すでに、 息子たち宛ての遺書も完成しており、広島市内に訪れる場所もない佐伯は長くないであろう。自分の余生を供養等に眠る死没者たちの謝罪に費やそうと決心していた。前述のようにすでに病気に侵された体でありながら、佐伯は自宅を立ち、バスで約1時間かけての日産をほぼ毎日続けた。誰から依頼されたわけでもない奉仕であったが、 ほとんど毎日の日々を、クヨーの清掃に費やしている佐伯を、死に雇われて、給料を得ていると思っている者も,も多かったという。1969年、中国放送で、原爆クヨーの遺骨の遺族探しのラジオ番組が放送されており、その中で読み上げられた死没者の名前に、夫の両親の名前があったことから、遺骨がクヨーに眠っていたことが判明した。これにより、 佐伯らは、無事、岐阜母の遺骨を引き取ることができた。この岐阜母の遺骨の引き取りを機に、供養等のために、ずっと家族をないがしろにしてきた佐伯は、供養等での奉仕をやめて家庭に戻ることを考えた。しかし三男から、自分の家族が見つかったから辞めるのはおかしい。この大切なことを誰から褒められなくても、続けてきたのだから、やめてはいけないと強く勧められ。 その後も、供養島での奉仕を続けた。遺族の創作清掃活動を始めて、約10年後の1970年、供養島地下の納骨堂を管理していた者が、再起を信頼して、供養島の外だけでなく中も掃除してほしいとどの鍵を預け、佐起は納骨堂への自由な出入りを許可されることになった。この納骨堂には、判明した死没者の氏名をまとめたノートが、保管されていた。 それらがまだ遺族に引き取られておらず、役所も多忙を理由としてその遺骨に何も対処していなかったことから、佐伯はそれらを遺族に引き渡すための活動を独力で開始した。佐伯の義父母と同様に遺骨を遺族に引き渡すことが可能かもしれないと考えてのことだった。このノートは外に持ち出すことができなかったため、まず薄暗い道内で懐中電灯の明かりだけを頼りに半年がかりで、 全8冊のノートに転写した。ノートに記載された手がかりは、名前と被爆した町名などのわずかなものだったが、佐伯はこれのみを頼りに、古い地図を持ち出して、街頭の住所を一軒一軒尋ねたり、電話帳をめくりつつ、市内の同じ生の家庭に片っ端から電話を続けたりして、遺族を探し、遺骨の所在を突き止めていった。佐伯は、こうした作業については、 全くの素人であり、決して楽な作業ではなかった。周囲の人々からは気味悪がられて遠ざけられ、何の得にもならないことと言って笑われることもあり、役所へ行けば、変人扱いされて、多忙な職員たちの冷たい視線を浴びた。それでも、一階の主婦である最近のこの活動のみで、わずか半年で10人の遺骨が遺族に引き取られた。百七十三年に納骨堂内に、 テレビカメラが入った時にはカメラに向かって3、住所はどこですかと死没者の名前を訴え、偶然にもこの放送が遺族の元に届き遺骨が引き取られることもあった。遺族たちの元へ足を運ぶための交通費は夫が負担し、普段から病気がちの母に代わって家事を引き受ける子供たちの助力もあった。やがて再起により、 遺骨を引き取ることができた遺族が死の怠慢ぶりを責めたり、新聞記事で死が行うべきことを佐伯が独力でこなしている年を避難する記事が報じられたことで、1975年、広島市が重い腰を上げ、納骨名簿を広島県内の全市町村に発送し、役場の掲示板で掲示を開始した。こうして佐伯の行動が死を動かしたことで、 多くの遺骨が遺族に引き取られ、約7万の遺骨のうち、1955年時点で、身元の判明していた約2500の遺骨は、この1975年のみで、約1500人分にまで減る結果となった。死の活動開始とともに、佐柄は納骨堂の鍵を死に返却したが、供養塔の外側の清掃はその後も続けていた。 なお前日のように病気に侵されて満身創痍のはずだった佐柄だがこの活動の頃には不思議なことに病院の世話になることが一切なくなっていた精神的な解放や癒しは時に奇跡的に病気の進行を止めることがあると言われていることから佐柄の場合もそうした奇跡的なものとも見られているやがて戦後の復興とともに次第に 広島の被爆の形跡の風化が始まった。原爆供養塔でも1967年頃に原爆のお骨安置所と書かれた木石文が撤去されたり、供養塔入り口にあった安置所の文字がペンキで塗りつぶされた。佐伯木は広島の被爆の形跡が忘れ去られることを憂い、被爆の形跡を後世に残すための行動として、前述の辞書の遺書をまとめてノートに転写し、 平和運動中とされる市内の40以上の学校、各団体へ郵送し始めた。その数は100冊近くに上った。当初の各団体の反応は薄く、広島市内の小学校ですら全く返信がなかったが、それでも再起はノートを送り続けた。やがてこれが原爆文献を通じて平和運動に取り組む市民団体、原爆文献を読む会の目に触れ、この 再起のノートを再編集したものが、自費出版し、13人の死を見つめてとして1972年に発行された。なお、同会の主要メンバーの一人である、宇沼玲子が最初に、東京から広島の再起のもとへ会いに行った際、台風による交通機関のトラブルで到着が深夜になったが、宇沼が再近宅に着くと、真っ暗な中、傘を差した最近が、 家の前で待ち続けており、その後も寝る間を惜しんでうぬまに被爆体験を語り続けたという。13人の死を見つめてが多くの人々の目に触れたことで、再起のもとへ話を聞きに訪れる人々が増加した。童話教育の副特本で再起の被爆体験を取り上げる小学校もあった。原爆文献を読む会の拠点が東京にあったことで、東京から 広島行きの修学旅行も増えることとなった。これ以降の佐起の出番は語り部として飛躍的に増えた。それまでは、供養島を訪れた人々に尋ねられた時のみ、被爆体験を話していたが、修学旅行生や観光客たちが佐起の話を聞きに訪れるようになり、佐起は彼らを相手に、戦中の被爆体験、戦争の悲惨さ、平和の大切さを、 学生たちや人々に語り続けた。若い人たちに戦争をかっこいいものと勘違いされたら困るとの思いも、その動機の一つであった。広島の原点は原爆供養等にあるといって、場所は主に供養等のそばであり、相手の人数が多くてもマイクを持ちずに育成で話していた。証言相手が少ない頃には、広島市内の慰霊碑について、 手書きで解説した書き物を全員に手渡すなど、心のこもった対応を心がけた。教員や生徒らと信仰が深まり、再起に会うため供養塔へ来る学校もあった。学校の講演に呼ばれた時にも、365日、藻に服していると言って、黒の藻服姿で講演を行った。広島の中心は、原爆慰霊碑ではなく、本来は、遺骨がある、原爆供養塔。 誇張せず、事実のみを語り伝えることが、広島の風化を防ぐ。広島の復興が続いても、死没者たちは年を取らず当時のままだから、広島に年はない。美しく生まれ変わっても、広島は、死者の町が常に、最期の心情であった。被爆地である広島に、風化という言葉は使わせない。被爆者の遺骨を収める大事な場所といって、原爆供養用島ではなく、 原爆の骨安置所と呼ぶ、死者の眠る土地だからといって、広島平和記念公園の名を避けて、地獄公園と呼ぶ、などの関わりもあった。1980年に、大阪府の松原市立布瀬小学校が、修学旅行で、佐柄のもとを訪れた際、同校の音楽教諭、中島智子によれば、佐柄は、体験を誇張して語る被爆者もいる。作り話にしてはいけない。 真実を話さなければならないと言って、実質の壁面はすべて本棚で、床から天井に至るまで、原爆関係の資料がびっしりと詰まっていたという。この頃の再起は、毎日のように、供養等で清掃活動を行っているか、修学旅行生たちに語っているか、次の旅行生たちを待って、ベンチにかけているかのどれかであったため、1970年代末には、 誰かが再起の居所を尋ねれば、原爆供養等に行けば必ず会えると答えが返ることが定番となった。自分は一人の被爆者に過ぎないと言い,い、被爆者団体や政治組織などにも関与しなかった。いわば一匹狼であり、地元での被爆者同士の対立や思想的な対立とも無縁であった。かつて一億玉砕をスローガンに日本中が一丸となった挙句。 自分の大切な家族や親族が大勢失われたにも、かかわらず、国家やマスコミなど、誰からも謝罪されなかったことから、二度と組織に組みせず、自分で見て考えて、自分の言葉で行動するとの覚悟からだった。このため、周囲から、付き合いが悪いと言われることもあった。口述するジャーナリストの堀川恵子によると、佐伯は、どの被爆団体にも属さず、自分の目で見て、 自分の頭で考え、自分の言葉で語る覚悟があったのだという。元安川証言活動のほか、1977年頃から元安川で被爆瓦を拾う活動が各学校で広まった際には、教師や児童、生徒たちと一緒に取り組んだ。1981年にはこの元安川で学生服のボタンを見つけ、被爆の熱線に焼かれて川へ逃げ込んだであろう。 学生たちを思って、ボタンを集め、川に、供養の祠を築きもした。1988年、常に、最期の体を気遣っていた夫が死去した。1990年代に入ると、体調の悪化から入退院を繰り返すみとなった。今のうちにできる限りのことをしておきたいと、被爆証言活動の回数を増やし、1日に7回の、語りをこなす日もあった。 信仰のあった平和運動家の江口保つが無理をしない要さとしても少し証言を少なくするとそれだけ長生きが保証できますかと言って並行させたという。疲れて声がかすれても命ある限り物言わぬ死者に代わって被爆の実相を語り続けたいと常備薬である漢方の水薬で喉を潤しながら話し続けた。約20年間にわたる被爆証言活動の末 子供時代に、最近の話を聞いた者が、後に、教員や報道関係者となって、原爆問題に取り組んでいる、との報告も寄せられた。佐伯の証言に影響を受けて、広島での平和運動を始める者も現れる、高知市立第四小学校での人権、平和集会で、生徒たちが、最近の話をもとにした劇、広島に年はないよう演じる。 前述のヌノセ小学校の教諭が、佐伯の証言を元にした歌を作詞作曲するといった反響もあった。1994年に、このヌノセ小学校の生徒たちと佐伯との交流会が開催された際には、生徒たちが佐伯の被爆証言に涙し、その感想や自分たちの体験を次々に発言し、予定時間を1時間過ぎても発言を続けていた。 大阪の小中学校では一円募金が行われ、1996年には14万円、1998年には18万円の寄付があり、死没者の供養と平和運動のために活用された。佐伯の家族の証言によれば、佐伯の元に郵送された感想文や文集は、自室の書棚にはとても入りきらず、2015年時点での量は、 トラック約6台分にもなったという。佐伯はそれを読むのが大きな喜びだった。1998年に脳梗塞を発症した。外出が困難になった上、発生も不自由になり、原爆供養等への日産や語り部としての活動を終えることとなった。その後は自宅療養を続けつつ、自宅を訪ねる人々に被爆体系を語り続けた。 その証言内容を録音しようと、学生や教師ら多くの人々が家を訪れており、その被爆体験は平和教育の教材としても広く活用されている。2005年、約40年間の原爆供養等の清掃奉仕活動、約20年間の被爆体験証言を評価され、広島市民に夢や希望を与えた人や団体を表彰する、広島市民賞を受賞した。 2016年時点では、歩行不能に加えて、両目の視力も失っており、広島市東区の介護老人保健施設に入所し、寝たきりの生活を送っていた。その後も、人間が作ったもので、人間が殺されてゆく。そんな馬鹿なことは、私たちだけでもう終わってもらいたい。広島が知りたかったら、供養等にお参りください。死者たちの言葉を聞きにおいでください。それが、 私の願いですとベッドの上で訴えており、再起の活動をもとにした書籍や舞台に共感した人々が依然、施設の再起の部屋を訪れ続けていた。メディアの取材にも応じており、翌2017年7月の NHK の取材に、対しては人間が作って人間を殺す爆弾なんてもう、私たちだけで終わってもらいたいと願っております、と言葉を寄せていた。 同2017年9月下旬に体調不良から広島市内の病院に入院した。堀川恵子が見舞った際には、すでに会話が不可能な状態だったという。同年10月3日未明、心不全のため、広島市内の病院で死去した。万97歳ボー広島市では、原爆供養等の遺骨のうち、氏名が判明して遺族不明の遺骨を、 原爆供養塔の納骨名簿として毎年7月に公表しており、その内容は佐伯が供養塔の納骨堂で独力で書き取ったノートをもとに作られている。広島平和記念公園では佐伯に習った主婦たちがボランティアで原爆供養塔の清掃活動や慰霊碑のガイドを行っている。1984年、半角ドキュメント映画、生きるための証言から今、広島から が制作され、佐伯が語り部として、被爆体験を語る場面が収録された。テレビでは、佐伯の活動が1985年には、NHK 総合テレビジョン、おはようジャーナル内の企画、戦争を知っていますか子供たちへのメッセージで、1997年には、朝日テレビ系列のドキュメンタリー番組、また会いましょう。2016年にはテレビ朝日。 報道ステーションで取り上げられた。絵本作家の西村茂雄は、佐伯との出会いをきっかけとし、1995年に、絵本、絵で読む広島の原爆を描いた。文章は、ずっコケ三人組などで知られる、児童文学作家のナス聖官が担当した。1980年代には大半を完成させていた、ものの、佐伯が現地での取材を進めたことから、 一時的に広島に移住して徹底した取材を行い、15年を経て完成に至った2008年にはこの絵本の原画展が広島市中区の県民文化センター広島平和記念資料館で開催された。2000年には佐伯と交流を続けた元公務員寺西郁夫が2年前に病気に倒れた佐伯から佐伯の反省を語る朗読劇という形式でその活動を引き継いだ。 広島に年はない世の代で、寺西ら4人による捨ての会により、2018年までに19回上演されている。2001年には寺西が、佐伯から教わった、被爆体験を佐伯に代わって伝えるべく、佐伯の反省をもとにした、朗読劇、広島の大母を完成させた。同年より、大阪のアマチュア劇団員らより、広島市や関西の学校や、 公民館などで上演されて、原爆の悲惨さを伝え、観客たちの涙を誘った。毎年8月5日には、原爆供養塔の前でも上演されている。2015年には、再起の反省と、原爆供養塔を綴った、原爆区用島忘れられたい骨の70年が、刊行され、同年の、第15回、石橋炭山記念はセ田ジャーナリズム大賞で、草の根民主主義部門の大賞。 2016年の第47回大谷総一ノンフィクション賞日本記者クラブの2016年度日本記者クラブ賞特別賞を受賞した原爆劇の創作に取り組む広島市立船入高等学校の演劇部は2017年に最近の反省を綴った演劇また相馬賞を完成させた同年10月の初演をはじめ2019年8月の 広島被爆74年の式典でも上演された。前述の江口たもは語り部として活動していた頃の再起の証言内容を一家のように評価している。佐伯さんの証言は終始人間の弱さに貫かれています。あの修羅場で人間としてやってはいけないことをしてしまった自分をそのまま赤裸々にさらけ出して語られるのです。例えば佐柄さんは 肉親を探しているとき、自分の家族のことばかり考えて、まだ虫の息にある他の誰かの体を踏みつけながら、歩いたことを自戒を込めて語っています。たとえ何百人でも、どんなに多くの人たちに話すときにも、決してマイクを手にしないで、自分の生の声で話される姿に、私はいつも圧倒されてきたのです。それ以後、広島に行かれる方には、 まず必ず佐伯木さんにお会いして、証言を聞いていただくことを進めるようにしてきました。いい高ことの一般アットっと P1171998P121 より引用をまた、江口が初めて佐伯木の元を訪ねた際には、佐伯木は中国新聞の記事の切り抜きを掲げて涙を流して歓迎した。その記事は江口が1976年に手掛けた広島修学旅行の記事であり、 佐伯はその記事で江口を知って、以来、江口との出会いを待ち続けていたのだという。その経緯を知った江口は、私はまず、そのことに驚き、そして圧倒されました。佐伯さんの思いには熱いものを感じましたし、今も感じていますと述べている。原爆文献を読む会の宇沼玲子が、佐伯の被爆体験を聞いた、際の感想は、原爆供養等を忘れられたい骨の70年において、 以下のように述べられている。うぬまは、とし子の話を聞けば聞くほど、彼女がわざわざ手書きのノートを送ってきた理由について、納得した。今では、思い出す人すらいなくなった多くの死者たちの思いを、この人は小さな体に背負っている。たった一人で死者を痛み、進む風化に抗っている。この人は本物だと確信した。堀川 p より、 引用前日の松原市立布瀬小学校の教諭中島智子は修学旅行で佐伯木が生徒たちに被爆証言をした際の感想を以下の通り語っている。その日、佐伯木さんは朝早くから3時間を超える長時間私たちに話してくださいました。その間、聞いている私たちも時間が止まってしまったような感じで佐伯木さんの話に引き込まれていたと思います。 聞いている私たちも気がついたらボロボロ涙を流して、泣きながら聞いておりました。後で思ったことですが、佐伯さんの体験が悲惨だから、かわいそうだから、悲しいから泣いているのではないのです。佐伯さんが力強く、人間として本当にひたむきに生きてこられた、その生き方に打たれたというのか、その生き方に感動して、私たちは涙していたのです。中島2007 p56 より、引用、原爆供養等を忘れられ退骨の70年の著者の堀川恵子が、老人保健施設へ入所後の佐伯に取材した際は、佐伯は、車椅子の乗り降りにも介助が必要なほど体が不自由になっているにもかかわらず、原爆供養等のことを語り始めると、別人のように力強く語り始めたといい、堀川は、小さな体から、絞り出すようにして発せられる声。 佐伯さんの語りは途切れなく続く。体の自由が奪われた分、その感性と信念はますます研ぎ澄まされているように思える、クヨウ島のことを話し始めた途端、内にあるエネルギーが溢れたようだった。それは死者がないがしろにされている怒りなんだよね。取材を進め、クヨウ島に眠る遺骨の遺族探しに奔走した人生を知れば知るほど、佐伯さんの言葉は、 重みが増していったと語っている。没後には核兵器廃絶の取り組みが政治的運動の側面を帯びていると指摘した上で、そういうものを乗り越えた世界で一人で活動するのは大変だったと思うが、本当の意味で死者と向き合ってきたのだと思うといたんだ。最近に習って供養等の清掃を行う主婦の一人は脳梗塞に倒れた後の最期が、 屈伸運動や度胸などのリハビリに励んでいたことから驚くほど努力していた。証言に復帰した後も子供たちの顔を見たいからと一時間立ち同士。これをしなくてはという強い思いがある人だったと語っており、没後には若い世代に広島を伝えてほしいという思いが強かったと振り返った。ありがとうございます。